さて今日のアフターテラちゃん経済アナリスト森永康平さんです森永さんよろしくお願いいたしますホタテが値上がりしているそうです去年中国が東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出理由に日本産水産物の輸入を禁じたため販路が閉ざされ大きなダメージを食らったあのホタテなんですが、うん、タマレイ、えー、この丸い玉ですねに冷やすと書いてタマレイと呼ばれる冷凍の貝 柱が多く流通するようになり国内需要も輸出も含めてですねホタテの流通量が中国の金融前とほぼ同じ水準に戻ったと言いますまあこれは生産者水産業者のこの苦労とか努力が報われる誇らしい結果とも言えるんでしょうねそうですねやっぱあのー、海洋放出の時にね、はい、いろいろ難癖つけられて、えー、皆さん辛い思いがてましたから、えーえー、それがようやく、えー、金融前の ーー前に戻ったっていうのはね、えー。 でも、今冷凍技術もすごいですからしばらくはこうね保存ができるんですけれども、うん、まあこの玉まというのは水揚げしたばかりのホタテを殻むきして産地で鮮度のいいまま急速冷凍したものお寿司、天ぷら中華料理など幅広い需要があると言われるホタテの加工商品なんです。 北米の販路を開拓して、その北米での需要が大幅に伸びえ、今やあれだけ在庫を抱えることになった。ホタテに品薄感が出始めているといいます。まあ、もちろん円安の効果というのもあったようなんですが、北海道のホタテ輸出業者も北米向けがこんなに伸びるとは想定外だと驚いているそうです。え、うん、中国の金融で販路の多角化が図れたというのはまあ、怪我の巧妙とも言えます。けれども、まあ、未だに金融を続けている。中 中国というのは今どんな気まあでもあの本編でもちょっと違う文脈で話しましたけどこう最低賃金が上がると経営者って人雇いたくなくなるからこう生産性を上げるために AI とかロボットとか設備投資するみたいな話しましたけどま,あまさにこれも似たような感じで今まで若干こう中国依存みたいなところがあったところに。 勝手に金融とかってやってくれたんで、はい、結果的にその瞬間は多分すごい大変だったと思うんですけど、ええ、まあ結果としては中国依存から脱却して、うんはい、新たな販路を見つけてその売り上げも地域別に見たら多角化されて、うんええ、ある意味こう経営のリスクが低減したはずなのでその金融された直後は皆さんすごい大変だったと思いますけどただそのね怪我の公明という言葉もありましたが、はいええ、結果って今となっては結果的に。うんはい よりこうなんていうですかね経営の安全度が高まったっていうことも言えるんじゃないですかね。えー、まあこれもだから一ところに大量というよりはまあできればこう分散して買ってもらった方が店側の安全というのも,も間違いないでしょうね。えー、で、こたて輸出業者によると、たとえ中国が輸入再開しても元の小売には戻らないと断言しているそうです。そりゃそうですよね。うん、あれだ,れだけ苦しめられて、それも理不尽に。うんうん、でもはや中国に送る 余裕もないぐらいホタテが品薄になっているということもあるようですがまあ、一方で豊洲市場でのホタテの価格急騰しているという現状もありますえ品薄になれば価格が上がるまあ、これは経済の基本ですけれどまあ、これ我々消費者としてはですね、うん、そのね輸出増えてよかったねってあの一時の困った時から比べればというのとうでも私たち買う時高くなっちゃうのねっていう,そう、ね、ちょっとこう寂しい感じもしますねまあやっぱりね常にこう 消費者目線という目で見ると、はい、まあなんか時として事業者側の方々と逆の、ねええはい、目線になっちゃうっていうのはまあしょうがないかなと思うんですが、ええ、ただこの間たまたまお寿司を食べに行って、うん、まあ別に子供に好きに食べさせてるんで、はい、なんか好きなもの頼みなって話なんですけど、ええ、なんか生意気にもですね<え>最近このホタテ、はい 美味しいいいしししとかっっってて言言出出ちちゃゃた <laughs> なんか好きなの頼めばって言ったら、ええ、じゃあホタテをとか言い出したんですけど、はい、それだからそのまあお寿司全部値段が違うおすしそうですねでも分かってないじゃないですか、はい、で子供って基本的になぜ、まあ、か知らないですけど別に高いネタ好きじゃないっていうかはいなんかそこ好きなので卵とかかっぱ巻きとかねかっぱ巻きとかサーモンとかなんでええええ まあ別に好き勝手頼ませても、勝手に別に値段見てないけど安いの頼むと思ってたんですけど、最近なんか一丁前ですね。じゃあホタテとイクラをみたいな。高いおいおいおいみたいな、はい。自家じゃないの今日みたいな。<laughs> そんな感じですね。そういうことが起こり始めたんで、森永家でも、まあちょっとリスク管理の観点から、ちょっと注文をできる <laughs>、はい。 ところのリストを作って、この中、この中で、あの飲み放題のお酒のリストみたいな感じ。一番安いコースはここですみたいな。そう、それにしようかなって思いました。そうです。そう、確かに、だから今、貝類って結構時価が多いですよね。高いんですよね。だから、そ赤貝とか、まあ、あいうのは別にあれでしたけど、昔は放題とかになってくると、ちょっと。 なんかノールックで頼まれると若干会見の時怖いっていうのありますよね。<laughs> そ,うですよねそれで子供って容赦なく食べますからそううま、ね、いとなると2つ3つ4つ5つね大人はやっぱりね。ええ まあ高いからあえて最後に1貫だけ食べてみたいな調整できますけど子供って食欲の赴くままに <laughs> 本当にお前らもっと勉強してから来いって言いたいようなね,うね、えー、親がヒヤヒヤするというのは多いですさて、この日本国内でもホタテの美味しさ、えー、あと食材としての使いやすさが消費者に認知されたことで引き合いが強くなっているそうですう豊洲市場の関係者も当面、値下がり要因は見当たらないと話しています。えー 中国の金融で去年はホタテが余って困ったというですね産地からの悲鳴これが報じられていたこともあり応援するという気持ちも込めてホタテのかき揚げメニューに加え都内のそば店の店主もですね ホタテがこんなに高くなってしまってどうしようと悩んでいると言います。まあ中国の金融で逆に日本のホタテの価値が世界に認められることになったわけなんですが、まあ今度はですねその結果値上がりして飲食店が頭を抱えることになる。まあなんだかこれも皮肉な話ではありますね。ね<ー>まあでもこのケースで言ったらあくまで当時応援のためにあ、はい、まあ入れた臨時メニューでしょうから。えー まあ、コスト割れしちゃうようだったらあ、はい、まあちょっと諸事情でって、ね、メニューから下げるしかないでしょうね,うょうねまあでも、えー、確かにホタテのかき揚げっておいしいんですよね、うん、はいちょっと小ぶりな貝柱がね美味しいです貝柱の、ね、かき揚げうまいですよねきついな食感もねいい感じいいですよねきついですねこれねえしばらく食べてなかったけどもっと前に食べとけばいい確かにです、はい、さてホタテとは違ってですねこれまで不良が続いていた サンマはというと、えー、今年は豊漁となっているといいます。サンマの水揚げ量日本一を誇る根室市の花咲港では、5年ほど前から海水温の上昇などによって水揚げ量が減少傾向にありましたで。今年から漁の解禁日、例年より10日早めて、さらに漁船もですね、小型から大型に変えたことで、漁獲量が一気に増加したというんです。すででに去年ののの同じ時期での140倍の 水揚げ量となっています。まあもちろん量の解禁10日早めたのでその分が上乗せになっているということもあるんですけれども、まあ結果だけ見れば早めの解禁こうをそうしたということなんですかね。そうですね。えー、しかし140倍ってすごいですよね。で,ねでもなんかサンマってやっぱりこう天候とかによって、えー、結構取れる量が波すごいじゃないですか。はい、確かに安い時何年か前に安い時があって、えーえー、もうその時は投げ売り状態でしたし。 なんかスーパーで、それこそ海鮮物買ってたら、ええ。ええ お店の人がもうこれあげるみたいな感じで<え>な何尾かもらいましたね。<ー>3万円ですか、うん。はい。で既に水揚げされたサンマ早い解禁日だったにもかかわらず去年のものに比べサイズが一回り大きいんだそうです。まこれ海のこの海水温がですね高くなっていることが理由なのかどうかちょっとそのあたりはねわ、えー、からないんですがまたあの西側日本の近海で漁場がちゃんと形成されたのが最大のこの要因。 と話すす関係者もいるようです、まあ、これやはり今まで日本の解禁日よりも前に中国漁船による乱獲があったということもありうる可能性としてはね,うねこういう影響もありますもんね、まあ、やっぱり中国ただでさえ人が多いですし、はい、安く売るっていう文化もあるので、えー、まあそう考えるとねそれを維持するためには大量に取らなきゃいけないわけでそうすると違法でね、えー、あの 料金より前に取ったりとか、はいえー、そもそも来ちゃいけないところにをしたりとか、はい、そういうのをやられるとねルールを守っている日本の漁師さんたちからするとふざけんなって話ですから、ねまあ、ですから今回は日本も大型船から入っていったっていうね。うんえー、だって 泣き寝入りなっちゃいますもんね。小型船からい,いつも私たち小型船から入ってくんですって言ったら大型船国鉄ザッパザッパ捕られちゃってね。<laughs> そ,そうですよね、えー。もちろんこのサンマは豊漁ですがえっ、ー、とホタテと違ってですね市場価格まあこれも去年よりだいぶ安くなっているようです。うん、まあただ今後もこの大きなサンマの豊漁が続くかどうかというのはどうもわからないようなんですね。今後11月以降に沖合からやってくるサンマは 沖合ではサンマの餌となるプランクトンなどが少ないこともあってサンマの小型化が進んでいるとサイズが小さいものに変わってくる可能性もあるといいます秋の味覚とこの一括りにされるサンマなんですが意外と9月のものと10月のものそして11月のものと月単位で大きさ種類味が変わるものなんですね。 やっぱ生き物ですからね、はい、それは変わってくると思いますしセミも変わりますし、ね、まそうですね、えー、ただまあそれが逆にこういう食べ物の面白さというか、えーうね、やっぱその時その時で変わってくるっていうのが、えー、まあ分かってる人間からするといいですよね、はい、いいですね、えーまあ、今年はおいしいホタテとサンマ秋の食卓飾るということになるんですかねそうですね が次の次の試合なんですけどはいあ、はい、それが終われば食べられるちょっと待ってください次の次の試合まで決まってるんですか8月30日に試合があって、はい、実は9月15日に試合組んじゃったんでそんな短い間隔で大丈夫なんですか <laughs> まあでもそれで一旦ちょっと あの少し間隔を、ね、休憩するんでちょうどまあ、えー、サンマの季節かなみたいな、えー、<laughs> サンマの季節に2試合あと1ヶ月ちょっと我慢すれば食べられると、えーえー、そうですかもう思いっきり食べてくださいねおたてのかき揚げ食べに行きたいですねちょっと店を探してそうですね、うん、はいはい以上アフターテラちゃんでした森永さんありがとうございました。